PR ステージを飾りますのはもちろんホストキャラのクレシです。はい、じゃあステージお願いいたします。皆さんこんにちは、クレシ公式キャラクターのクレシです。よろしくお願いします。皆さんクレシのことを知ってくださっている方が多いと思いますが、今一度クレシについて情報漏れがないかの確認も込めて紹介したいと思います。クレシは瀬戸内の海からクレの町を PR するために生まれ今年で7年目を迎えます。体は内海と同じ綺麗なターコイズブルー、手足と靴も実はキラキラしています。靴もよくかっこいいって褒めてもらえるよね。頭は角じゃなくて波の形をしています。そして何といってもインパクト大の見た目、なかなか県外の方にクレと呼んでもらえないということで、顔もクレ、背中にもクレを背負っています。ちょっと聞いてみるんですけど、今日県外から来たよって方どれくらいいられますか？結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあクレシ以外の県内から来たよっていう方、結構いっぱい。じゃあクレシから来たよって方、地元クレシ、ありがとうございます。今日は県内が至る所から来ていただいているということで、呉市にお住まいの方は聞きなじみのある地名がたくさん出てくるかと思いますが、呉市以外にお住まいの方には呉市の魅力、観光スポットなどをご紹介しようと思います。観光となると隣の大和ミュージアムや向かいの鉄のクジラ館は絶対行っていただきたいスポットです。観光スポットといえば、まずは軍港都市ならでは間近で海上自衛隊の艦船や潜水艦を見ることのできるアレイカラス小島があります。次にサイクリングが趣味だよっていう方いらっしゃいますか？ちょっと少ないですね。これからちょっと増やしていこうと思うので、ちょっと魅力をお伝えします。呉は多くの島からなっていて、その島々をつなぐ橋も含めて最高のサイクリングスポットとなっています。海と山に囲まれた中、走るのはとっても気持ちがいいです。サイクリングとは言わず、お散歩でもとても心が安らぎます。下釜狩から豊町という島が続くのですが、そこに向かう時に最初に通るのが秋名田大橋です。そこの両側に広がる海が本当に綺麗で、とても気持ちが良くなります。他にも温度方面では温度大橋や桂浜などがあります。温度大橋は3つあって、第一温度大橋はぐるぐる回るので車酔いする人はちょっと注意が必要です。第二温度大橋は歩いて渡ることも可能です。第三温度大橋はミニ温度大橋となっています。で次は倉橋の桂浜です。とっても綺麗な海が広がっています。近くには温泉に入ることのできる施設もあり、気持ちのいい浜風を浴びた後は温泉でゆっくり優雅に過ごしてみてはいかがでしょうか。他にも呉には美味しい食べ物がたくさんあります。今日もブースがいっぱい立っているので、皆さんぜひよろしくお願いします。こんな感じで呉にはまだまだ素敵なところがたくさんあります。ぜひぜひ呉に遊びに来てくれということで、最後呉市の特技のダンスを披露して会場を盛り上げていきたいと思います。じゃあクレシ、キレッキレでお願いね。ダンサーさんもお願いします。公式オリジナルソング、君くれハートです。
とう。ダンサーさんもありがとうございました。以上でステージ終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。相変わらずなんか本気のキレッキレのクレシを見ましたね。ダンサーのお姉さんたちもなんで同じ人間なのにあんな動けるのかなと思ってねえ、素敵でした。じゃあ PR ステージラストになります。もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、さあということで名残惜しいんですけども、プレご当地キャラ祭り PR ステージ以上となります。これからですね5分後ぐらいにエンディングとなりますので、ステージ一回降りよっか。寂しいけど、寂しいけど、ほら、やっぱさ、エンディングですってバーって出てきた方がなんかまたバーってなるじゃん。ね、そう、じゃあまた、どうせそこで待ってると思うんだけど。はい、よろしくね、ありがとうございました。はい、でですね、エンディングはもうここに集まれるだけのたくさんのご当地キャラさんが来ます。お写真もね、撮り時なので、ぜひ皆さんもエンディングまで盛り上げていただきたいんですけども、今もすでにですね、たくさんのお友達来ていただいております。ここで改めてお写真撮影などのルールについてご紹介します。